古代の福岡を歩くシーズン2。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン2。この番組は宗像市、福津市の企画協賛、福岡県商工会連合会、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。いよいよ今年も残すところわずかな時間となってしまいました。今夜は世界遺産登録を目指す宗像沖ノ島と関連遺産群の一つ、福津市の新原沼山古墳を歩きます。ご案内を福津市の世界遺産登録推進室係長の池ノ上博さんにお願いしました。ここは福津市の沼山というところです。昭和学園と学校がありまして、その前が駐車場になって展望所ということになってますね。でここの駐車場もずいぶんなんか整備されましたですね。来年の登録に向けてですね、はい、今福津市の方では順次整備をしている最中で、その一環でこちらも整備しましたし、そして、はい、そして木もだいぶ切ってですね、見通しがよく、はい、風景がきれいに見えるような形にしてますね。そうですね。そしてそのちょっと風が強いんですけども、その一番、前に案内板みたいな2メーターぐらい、はい、横2メーターぐらいのね、はい、案内板もできましたですね。やはりここから見てもらって何もないよりはこういうふうなその看板、そしてまたここから何が見えるかっていうのも分かるようにしてますので、何も分からなくてもこちらに来てもらったら、その世界遺産候補のある新原沼山古墳群の価値やら何が見えるか、そしてその大島がありっていうことが分かるということにしております。はい、案内板に地図もありまして、それから古墳の写真がいくつかこう飾ってあります。それでは池上さん、この見える風景ですけれども、東の方からちょっと説明していただけますか。島が突き出た部分からですね、はい、一番その突き出た部分は河野港、はい、そしてその隣が島になっているのが、あれが勝島という島でございます。勝島、はい、でその向こうの大きな島が大島ですね。大島、はい、であちらの方には、同じ世界遺産登録の構成資産である中津宮があり、中津宮がありますね、はい、沖ノ島遥拝所もあります、はいはい、沖ノ島はその大島からかなり向こう側になるといいますか、遥か彼方になるわけですね。そうですね。でそして、目をずっとこう、西の方に転じていきますと、古墳みたいな島がありますよね、小さい遥か遠くに、はい、あれは何という島ですか。オロノ島ですね。オロノ島、あれはオロノ島ですか、はい、遥か遠くに見えまして、最初は沖ノ島かなと思ったんですが違うんですね。よく間違えられる方がおりますけど、あれは行政区で言えば福岡市の小呂島。はい、そうですか、はい。そして、この目の前の大地、東西およそ800メートルあるということですが、その大地に横たっているのが、古墳群ということですよね、はい、でこの古墳群なんですが、どういう古墳があるんですか。前方後円墳、市長墓である、その豪族の墓である前方後円墳が5基、5個、はい、そして、ね、はい、そして宝墳、四角い古墳なんですけど、それが1基、はい、1基、はい、そして円墳が、35基、構成資産としましては
41基と。41基、はい、円墳がいくつですか。35基です。35基、はい、ということですね。41基の古墳がこの大地の中に、はい、あるということですね。そしてこの古墳なんですけども、これはどういった人たちのお墓になるわけですか。沖ノ島でお祭りを始めた、祭祀を始めた宗像一族のお墓でございます。はい、宗像一族の墓ということですね。はい、もう一つ、はい、あの時代はいつ頃からいつ頃ぐらいまでの新丸の山古墳群につきましては、はい、5世紀から5世紀の後半ぐらいから6世紀後半までの、やはり100年以上の古墳群であります。はい、ああそうですか。はい、じゃあその古墳を今からちょっと見ていきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあすいません。あ、風が冷たくなりましたね。今日はまだ天気がいいから良かったです。そうですね、どうかなと思ってですね。天気は今日曇りだったんですけどね、よく晴れてますね。来たらえらい大島が綺麗やから今日は良かったなと思って。この辺りちょうど展望所からあの降りたところですけども、円墳が多いような気がしますね。だいたい直径が10メートルぐらいの円墳群がこちらの方は密集してますね。で、宗像一族の下の家来の、その、はい、まあ村長さんクラスみたいな言い方をよくしておりますけれど、そういう、あの人たちのお墓、まあ、宗像一族、宗像の君を支える人たちのお墓というふうに考えております。円墳が左側、に、今2つありますね。これは高さがそうですね、3メートル3メートルぐらいですかね。はい、幅が7、8メーター、10メーターぐらいありますね。10メーターぐらいありますね。はい、そういう円墳が左側、両方2つありますね。2つありますね。はい、次から次に円墳が出てくるという感じです。もう、ルイルイトっていう言葉がぴったりするような感じだと思いますね。そうですね。横たわっておりますね。はい、これ、目の前に現れたの、これも円墳ですか？前方後円墳、新丸の山の35分、ここからどちらかといったら、はい、その宗像の君とか宗像の君一族のお墓と言われる、その、はい、市長墓が、これから市長墓が出てくる。はい、ということは時代がちょっと古くなるんですか。そうですね、こちらの方で先ほどの古墳よりはやはり50年ぐらいちょっと古いかなというところ。はい、はい、円墳に続いて現れた30号墳は6世紀中頃に作られた前方後円墳で全長54メートルありました。そしてしばらく古墳群の中を歩いていったところに巨大な古墳が現れました。大きな古墳があります。これは22号墳といいまして、これはやっぱり一番大きいんですか。そうですね、一番この新丸の山古墳群でも中心になる古墳でございます。まあ、70メートルとか言われる、大きな前方後円墳、まあ、前方部があまり発達していない、大きな円にちょっとあの前方部が張り付いているホタテ貝のような形をしていますから、ホタテ貝式古墳と言われるものでございます。そのホタテ貝の、まあ、細くなった部分がこの辺りですか。そうですね、そうですね、ちょうどあの歩道ができてますけども、その辺りになるんですか。そうですね、この今我々が立っているその神社の鳥居がある前あたりがちょうどホタテ貝の、その、まあ、蝶津貝の部分。蝶津貝の部分、はいはい、そしてここに、まあ、後円部の方に、神社が実はありまして、まあ、高さ3メーターぐらいの、鳥居があります。ヌイドの宮というふうな変額が あります。そこを今からちょっと登っていきましょうか。今から後円部の方に、登っていきますけども、石の階段がずっとついておりまして、ちょっと険しいですね。
その石の階段を今登っていきます。およそ50段ほどでしょうか、その石段がついております。公園部の頂上に着きました。あ、いやー、去年来た時は草ぼうぼうでしたよいや、綺麗になりましたね。だいぶ広い場所ですよね、まあ、広いですね、はい。まあ、やはりこの大きな古墳、また立派な古墳を、まあ、象徴する形だと思いますね。で、江戸時代の前期にその、はい、まあ、野山にある縫殿神社の、神様が分祀されて、ここにお宮を作られたというふうな文献に出ております。あ、そうですか、はい、この近くに縫殿宮ってありますよね、はい、神社ですね、神社がありますね、はい、そこから神様を分けて、はい、こちらにも、こちらのこの古墳の上にも祀ったというふうに。あ、はい、物語があるんですね。まあ、応神天皇の時代に、はい、そのまあ、縫い物 の 職人をですね、中国の南朝の五の国に求めて、はい、そして使いを出したと、でその使いがその5人 その、まあ、女性の諸工さんというか、まあ、あの旗織りのその女工さんを連れてきたと、はいはい、で九州に上陸した時にここの宗像の神様がですね、宗像神がそのうちの一人を、はい、その、まあ、神のその縫い物を縫うためにその、まあ、置いてってくれというふうなものがそのまま縫殿神社のその御祭神になっておると、そういう話がございます。中国の五の国から連れてきたということですね、はい、一番頂上は、まあ、そうですね、30メートルぐらいですかね、直径が。そして、まあ、小さな祠がですね、祀ってあります。22号墳の上は雑草がきれいに刈り取られ、きちんと整備されていました。そして階段を降りていきました。古墳を降りてきまして、まあ、道路の方に歩いていってますが、その道路との間に、ここも前方後円墳ですか、これ、はい、24号墳ですね。24号墳という前方後円墳、そして20号墳という、これは円墳ですね、円墳、ね、はい、そして前方後円墳と、いろいろ出てきますね。この辺りはもう先ほどの支天場に近いところの前方後円墳群とは違ってですね、はい、平面、大地の平坦な部分に点在しているっていう、先ほどの支天場に近いところの円墳群が 一列にですね、はい、類々とつながっているのと違って、ここはその大地の一番広いところを、まあ、使ってですね、はい、まあ、宗像の君やその一族たちが古墳を作っていると、はい、だからここがこの今私どもがおる場所が一番この新原の山古墳群の中心、中心、はい、今中心に来ておりまして、その先ほどの22号墳、やっぱり遠くから見ると巨大ですね。そうですね、中心になります。はい、非常に大きな森みたいに、なってますね、そしてこの被葬者、どういった方が祀られたんですか。やはり宗像の君と言われるその、まあ、この福津宗像、またその周辺の古賀や、宮若や岡脇の一部まで含む一帯を支配していた、またこの玄界灘の海上交通も司っていた宗像一族、宗像の君と言われる人たちのそのお墓ですね、はい、で宗像の君とそれとその、はい、まあ近親者の人たちの円墳群、はい、またその家来の、古墳、はい、そういうものがこの新原の山には作られているというふうに理解しております。で、まあ、この辺が一番、まあ、位の高い人、
たちの古墳になってるんですね。5世紀代のその22号墳を中心としてですね、はい、その最初にまあ古墳が作られたのはこの周辺から始まっている。あ、まあ、この辺が一番古い古墳で、しかも巨大ですよね、はい、大きな古墳、つまり位が高かった人たちがこの辺に、この辺の古墳がそうじゃなかったのかなということですね。そうですね。今の古墳のすぐ横に池がありますが、その池の周りに、あれ、あ、ヤギがつないであるんですね。ヤギが一頭ですね、つないでます。あ、草刈りしてるんですか、はい、食べてる雑草、そういうヤギが一頭ですね、このつないである、通ったらつないである紐が10メーターぐらいの長い紐で、その紐をですね、引っ張りながらヤギが一頭、この辺の草を食べているということです。本当にね、その、はい、基本的に今いろんなところで古墳の草刈りをするのにですね、ヤギをっていうのは多いんですよ。あ、そうですか、うん、今よく言ってます。ヤギ一頭を買って古墳の墳丘に棒でして、こうやってして草をかわせりゃいいやないか。あ、この地元のですね、野山の方で飼われてるヤギでいいですよって言ってお願いしてるんですよ。ヤギが首から下げてる金がカランカランカランとなってますけど、お、綺麗なヤギですね。ですよね。そして道路を隔てて北の方へ歩いていきますと、この古墳群の中で唯一の宝墳7号墳が出てきました。7号墳という、これは宝墳ですね、まあ、言ってみれば四角形といったような形のちょっと珍しい、古墳です。これはいつ頃の古墳になるんですか。これも5世紀代を考えてますね。5世紀代、はい、だから古い古墳ですね。あ、それでこの、まあ、古墳がの一番こう先端みたいな形になるんですけども、はい、下に畑がずっと広がってまして、今トラクターがね、はい、入って整備してますけども、ここが海だったんですか。そうですね、この場所はもう新原の山が、まあ、その勝浦津屋崎の入り海、ここにかつてはその古墳が作られた当時は海がここまで入り込んできてたんですけど、その入り海に突き出したもう先端の場所に作られている。入り海に突き出した部分に作られた宝墳、四角な、古墳ということで、私は非常に興味を持って、見てるんですけども、つまり宝墳であるのはなんか私としてはなんか祭壇かなというような感じもしたんですが、どんなもんですか。まあ、祭壇であるという説もあって、ああ、一応確認の調査というものを、行っておりますけれど、今のところ、まあ、お墓である主体部、はい、まあ、その遺体を入れる施設がありそうだということで、まあ、古墳というのには間違いないということで理解しております。ああ、そうですか。私としては面白いのは祭壇であるならば、お祭りをした、跡みたいなのもあったんじゃないかなと思ったんですが、この上から何か見つかったものってのはあるんですか。この測量調査の時にですね、はい、琥珀のその加工される前の原石と、それとあと沖ノ島でも出ているようなその鉄の斧が出ております。で、琥珀の玉と鉄斧とか表面に出ている、また、この見ても分かりますように小さな瓦石みたいな小さな吹き石というには、はい、石が引いてありますけど、そういうことからその祭壇ではないかという説が浮上しております。大変興味をそそられる宝墳の7号墳でした。そして最後に案内していただいた池ノ上さんに、世界遺産登録へ向けての動きについて話を伺いました。まあ、これから世界遺産登録へ向けてどういう動きになるんですか。
今ですね、はい、そのまあイコモスの方に、よりその、まあ、この沖ノ島と関連遺産群のですね、はい、神宿る島、宗像沖ノ島と関連遺産群を、こういうふうな整備をしていきますということを一応追加資料として出すようなことを考えております。はい、今年、まあ、イコモスの調査員が来て、はい、一応、まあ、調査して帰って、まあ、これから検討してっていうことですか。一応まあ、来年の1月過ぎには中間発表が出ますので、はい、あ、そうですか、はいはい、それも踏まえて、よりその前向きな、はい、その方針を示してですね、はい、この構成資産チンバルの山古墳群宗像大社そして沖ノ島が世界遺産になるように、はい、アピールする、ピールする、はい、あのことをやっております。そして、まあ、登録が決まるのが来年の夏ですか。7月の、世界遺産委員会であります、はい、ああそうですか、7月の世界遺産委員会、はい、ここで決定ということですね、はい、楽しみですね。そうですね、はい。福津市のシンバル野山古墳のご案内は、福津市の世界遺産登録推進室係長の池ノ上博さんでした。RKB ラジオの葉山さつきです。玄界灘のただ中に浮かぶ沖ノ島。この島では、航海の安全と国家の繁栄を願った祭祀が、4世紀後半からおよそ500年もの間行われていました。私は神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録を応援しています。ここでリポーターの中島理恵さんです。こんばんは。こんばんは。宗像、沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録に向けて来年の初詣は宗像大社へつぐをぜひお勧めしたいと思います。いいですね。宗像大社広報担当でゴンネギの鈴木義弘さんに案内していただいたんですが、結構混みますよね。いつぐらいだったら空いてるのかなと思ったら、三が日だいたい午前9時頃までが一番空いてますかねっておっしゃってました。おお、あ、朝ですね。朝なんですよ。うん、でしかも正月1、2、3、新年祭っていうのが朝9時から行われてますので、早く行くと神職の方がお祭りしてらっしゃるのを見れることができるので、やっぱ9時前に到着がいいのではないかなと思います。はい、で、お参りするだけじゃなくって、宗像大社のお楽しみ、からくじなしの福みくじっていうのがあるんですね。はい、500円を握りしめて、今年の私へのメッセージは何かなと、こう、おみくじを引くんですが、その時特別賞はですね、ルンバとか、あとブラーバって、あと床拭きロボットですね。お掃除ロボットですか。そうなんですよ、うん。こんなものが当たるんですが、ここもドキドキしますが、可愛いのが3頭から30頭まであって、たくさんありますね。お正月の縁起物がいろいろあるんですよ。毎年人気の干支のぬいぐるみ、今日はいただいていただいたんですけど、ありますが、干支の鶏がいろんな大きいのから小さいのまで。そうなんですよ。こういったものから、あとですね、宗像三女神が配されたお宝の小槌、打ち出の小槌ですね、はい、こういった縁起物もあったり、それから新商品って言っていいんでしょうか、新しい縁起物として、その沖ノ島から発掘されました国宝デザインしたシリーズができました。今前にあるのが貴重といって、ちょっとしたタペストリーみたいなもんなんですが、はい、これ金の指輪、沖ノ島の島の姿が織り込まれてるんですよね。なんか生地がね、非常にこうキラキラ光るようなね、な水色に金の刺繍がしてありますよ。素敵でしょう、でこういったもの、あと T シャツだとかボールペンなども作ってらっしゃって、いろんなものがあるんですが、鈴木さん、この福みくじについてこんな風におっしゃってました。せっかくこう神社に来てお参りだけじゃなくて、こう神社にまつわるこう縁起物なんかもいただけるっていうことで、より子どもたちなんかもこう一緒に弾いてもらうと楽しめるのかなっていうふうに考えております。
まあ、お正月お忙しいんですけど、そんな中でも鈴木さんが個人的に新年の良さを感じる宗像大社のこんなことを聞きました。朝日をこう見た時とかですね、こう拝殿の奥がこう拝殿がこう光り輝くようにこう朝日が照らしているところなんかを見ると、あ、なんか今年もいいスタートが切れるかなとか思いますね。はい、気持ちが改まりますね。このきらめく拝殿、私も見たいなって、やっぱり朝お参りするのがいいのかなという気がしてまいりましたが、まあ、新年です、せっかくですからこんな風に宗像大社お参りするのがおすすめだよとさらに教えてくれました。高宮祭場っていう呼ばれる、まあ、本殿の奥にあるんですけど、そこ階段が150段ぐらいありますけど、その高宮祭場っていうところまで行くと社殿がない古代のお祭りを今に継承する場所があるんですけども、そこでまあ自然崇拝、まあ、自然の中から生まれた神道の原点っていうのをこう感じてもらって、そうなんですよ、古代の祈りの姿を感じることができるのが宗像大社の高宮祭場なんです。でせっかくですから、その後はぜひ神宝館に行って沖ノ島から出土した国宝を見てじっくりと古代のロマンに浸るのもいいんじゃないかと思います。そうですね、初詣と一緒にその古代へ思いを馳せるというのもね、いいですよね。でさらにすぐそばにあります海の道宗像館も正月三が日は開館してますので、そうですか、こちらも合わせて古代をかみしめる初詣いかがでしょうか。リポーター中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの番組表を開いて古代の福岡を歩くシーズン2をクリックしてください。この番組は宗像市福津市の企画協賛、福岡県商工会連合会、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。リンクの貝月ラナと大空莉子です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストもリンクリック。